大貫憲夫委員の質問を許します。はい、委員長。大貫委員。共産党の大貫です。で、私は放射線教育と放射線毒素について質問させていただきます。新年度から文科省の作った副読本を使うというふうに聞いているんですけれども、あれは教育各教育委員会だとか学校が、ね、使うか使わないか自由だというふうになっているんだけども、横浜市で使う理由って今回これ取り上げるね、それを使って、取り上げる理由ですね、それをお聞きしたいと思います。山田教育長。今般文科省の方からですね、副読本が作成を発行されまして、で各学校に基本的にですね、重要な問題ですから一律に継続的に、放射線に関する基礎的な知識をですね、教育必要がございますので、これについては使用していきたいというふうに考えております。大貫委員。特段その文科省のものでなくてもいいわけでしょ。で、あえなぜそのあえて文科省の副読本を使うようになったのかということについてはちょっとはっきり理由がわからないんですけども。山田教育長。基本的なそのいわゆる科学的知見をたくさんその有されているその専門家、あるいは経験を有されている方等々がですね、編集をされて、でそれについて、専門の学会等で監修をされてですね、それで文科省が発行したものでございますので、我々はそれを信じて教育に使っていきたいと考えております。大貫議員。副読本の費用というのはどういうふうになっているんですか。委員長。山田教育長。これは使用する部数をですね、文科省の方に注文をすることになってございますので、特段これに関する経費というものは予定してございません。大貫議員。ただより高いものはないというふうに私は思うんですよ。文科省はやっぱり何かわざわざね、費用を負担するということについては文科省のこれを使ってほしいという何か思惑があるんじゃないでしょうかね。いかがですか。山田教育長。子どもにしっかりと放射線教育を行っていただきたいというふうな趣旨だというふうに考えております。大貫委員。この間ですね、本市では12月からすでにこのリーフレットですね、これ使って、この放射線教育を始めていますよね。でこれについて、このリーフレットを使う事業はね、どういう趣旨で、でなぜ早く、ね、やらなきゃいけなかったのかね、そこも含めてちょっと説明いただけますか。山田教育長。もともとその新しい学習指導要領等々ではですね、教育をすることになってございますけれども、今般の福島でのその原発の事故を受けてですね、なるべく早く子どもに対して基本的なその知識を教育するあるということで、文科省が示された読本をですね、副読本を要約をしてリーフレットにしたものでございます。大貫委員。これ私もよく見させていただいたんですけどね、こう中身はね、確かにこの、限られてますからね、すべて載ってるわけじゃないけども嘘は書いてないと思うんだけどね、非常に不正確なんだね。で同時にこの知らせべきことも知らせてないというような感じがしてならないんですけども、これで足りてるというふうに思われますか。山田教育長。要約版でございますから、すべて正確に詳しく書いているわけではございませんけれども、要点を要約してですね、それについて、スライドのその CD も用意してですね、それで各学校に周知をしているところでございます。内容についてはやはり専門家がまとめられたものでございますので、客観的な内容だというふうに考えております。大貫委員。中身見てみますとね、今度の原発でね、こう拡散したとか放射されたね、その放射能のことについては載ってないんですよね、明確には。ただしその反面自然界のことについては有益だって載ってるんですよ。でこれを見るとね、誤解を生じるふうになっちゃうんじゃないかと。子どもたちがこれ本当に誤解しちゃって、この放射線のに対するその意識がね、安全なものじゃないかというふうに思ってしまうんじゃないかという危惧があるんですけども、いかがでしょうか。山田教育長。
先ほど申し上げましたけれども、この附属本の目的はどこに書いてございますけれども、放射線等について基礎的な理解を深めることをといたしております。で、その上で科学的知見あるいは経験のある専門家が著書著作編集をしてですね、放射線に関する学会が監修し文科省が発行したといったものでございます。で、この中身はですね、先ほど申し上げましたようにその基礎的なその知識を深めるといったことが大事でございますので、福島の原発の事故をですね、教えるといったことは当然書いてございますけれども、それを目的としたものではございませんので、ただその中にはですね、福島の第一原子力発電所で事故が起きたこと、あるいは、そのたくさん放射線を受けるとやけど等のですね、あるいはがんになる病気になったりすることが確認をされているといったことも当然記述をされております。大貫委員、その、ね、記述の仕方が非常に少ないんですね。しかも、ね、曖昧模糊という状況だと私は思っているんですよ。で、このパンフレットですね、リフレットですね、リフレットについては我が団としてですね、昨年これは本当に誤解を生じてしまってね、地域にこの放射線については地域にこう身の回りあるから安心だというようなことを誤解を生じてしまうから使うのよしなさいよというふうに申し入れたんですよね。で、これはその結果も実は、まあ、12月から3月までやられているわけでしょ。で、この結果ですね、子どもたちがどういうようなそのこれを授業を受けてその感じているかっていうのは非常に私心配だったんですけどね。この間、まあ、いろんなところでこの機会あるごとにこのちょっと入れる意見聞いてみました。で、これ今、これ小学校3年生の、ね、男の子のね、このリフレットに関するこの、まあ、これドリルみたいになってるんですけどね、この感想が書いてあります。それでね、この感想はですね、本当に子どもたちっていうのはまさに純真ですから、勉強したことをそのままきちっとこう反応すると思うんですよ。で、書いてあるのはね、僕は放射線、鼻にも放射線があるのを初めて知りましたとこう書いたんですね。で、私はね、これを見てこの他にも本当いろいろ聞いたとき全く同じように、その放射線っていうのは身の回りにあって、これはあまり心配しなくてもいいんだと、こういうふうに思っている子どもたちがいっぱいいるんですよ。で、それでしかもね、これ二重丸、これ花丸ついてるね。で、花丸ついてくると、このことについて先生はそうだということでね、まあ、子どもたちがこう二重三重にね、この放射線の問題についてこの自分のこう刷り込まれていくような気がしてならないんだけども、その点についてどうですか。こういう批判についてはどうお答えますか。山田教育長。私もリーフレット、あるいはその読本はすべて読みました。読んだ中で感じたことはですね、中身について一つ一つ申し上げるときりがないんですけれども、いろいろな方面からその危険性ですとか、その安全性ですとか、あるいはその放射線そのものに対するその基礎的な知識ですとか、比較的客観的に書いてあるというふうに感じております。大貫委員、非常にそこの点について、ね、改めなきゃいけないところがいっぱいあると思うんですね。もう一つ、ね、12月からリフレットでやりましたよね。で、今度は新しく新年度から今度は読本を使ってやりますよね。 これはコピーですけどやりますよね。こう中身同じですか。山田教育長。基本的にその副読本を要約したものがリフレットでございます。大貫委員。そうするとね、12月から1回勉強してね、その中身要約したものをまたその今度はさらに同じ内容でこの4月から進めていくというこの理由があるんでしょうかね。むしろこのリフレットをやった後さらに問題点をなり当然縮小版したわけだから、その他にも教えなきゃいけない、知ってほしいこといっぱいあるわけですから、この何も読本を使わないで別個にですね、教育委員会として作ってやる方法もあったんじゃないですか。山田教育長。放射線の教育はですね、1回ポッキーで終わっていいというものではございませんので、継続的計画的にやっていく必要があるというふうに考えております。したがって、新しいその新入生も入ってまいりますし、当然小中新しいその新入生がおりますので、それに向けてですね、きちっと教育をしていく必要があるかと思っております。で、基本的なその科学的な知見あるいは経験にですね、
優れた専門家の方が編集著作をされておりますので、横浜市ですね、独自にそういった副読本を作る必要はないというふうに考えています。大貫委員、副読本の話なんですが、今回のこの放射線に関わる前に文科省は別に作りましたよね、ワクワク原子力ランド。でこれはどうしてこの途中でやめちゃったんですか。山田教育長。この先生が今おっしゃられたそのワクワク原子力ランドですか、これ本市としてはその資料を使ってですね、その原子力エネルギーについて一律に学習を進めておりませんでしたので、現在手元に資料もございません。内容も詳細には存じてございません。大貫委員、文科省の方で取りやめましたよね、使うのね、これね、文科省でやめたんですよ。でなぜやめたというふうに聞いてますか。山田教育長。今申し上げましたように、それは文科省の方で、大臣の記者会見によりますと、今回 の, その原子力福島で の, その事故を受けてですね、今回の事態から合致していない記述もあるというふうなことで、それを使わなくなったというふうな会見の内容でしか私どもは承知いたしておりません。大貫委員、その合致しなくなった内容というのはもうこれ記者会見にも言ってますけど、何が合致しなかったんですか。山田教育長。先ほど申し上げましたように、私ども今手元に資料を持ってございませんので、すでにそのネット上からもですねダウンロードできないようになっておりますので、原発、例えばその新聞報道等によるとですね、原発から放射性物質が漏れることはないとかですね、正確な表現はちょっと分かりませんけれども、そういったようなことが今回の事故を受けてですね、事態と合わなくなったというふうなことで、今回使わなくなったというふうに私は承知をいたしております。大貫委員、まさに安全神話、原子力発電所の安全神話の問題でこれ大問題だということで、取りやめなくなったんですよね。それはもうご存知だと思うんですよ。いや、このワクワクランドを作ったところはどこですか。委託したところはどこですか。山田教育長。今それ手元に横浜市として教育委員会としてですね、それをその全市的に副読本として用意したものではございませんので、それはどこがその委託先かというのは承知をいたしておりません。大貫委員、皆さんの中で知っている方いらっしゃいますか。大貫委員、誰もいないなんてのもおかしいんじゃないですか。文科省が作っているのにね。で私だってこれネットで調べればすぐ出てきているわけだけども、これはまさに例のあれ、これは原子力、財団法人日本原子力文化振興財団ですよ、ね、でその作った内容がやっぱりもう合わなかったとこういうふうに言ってるんですね。だからやめましたと。で今回のこの総合車線に先ほどからも知見にある人に頼んだっておっしゃってるけども、今回のその読本はどこに委託してますか。山田教育長。今これが読本のコピーでございますけれども、著作編集は放射線等に関する副読本作成委員会でございます。委員長は、東北大学の名誉教授でございます。で監修は4団体ほどございますが、いずれもその専門の学会でございます。発行は文部省でございます、文科省でございます。大貫委員、これはやっぱり先ほど言った日本財団法人の、財団法人日本文化原子力文化振興財団なんですね。これは中川文科省が言ってるわけですね、そういうふうにね。でそれはちょっとまずかったよと、委託はまずかったんだとこういうふうに言ってるんですよ。そのまずかったところに委託したこの読本ですからね、中身についてことが知れてるものですが、先ほど言ったね、この中身はまさにその同じの委託されたワクワクランドと同じね、その原発神話に作られによって作られた、その財団によって監修され作られた、委託されたとこというふうになっている以上ね、中身同じというふうに考えるのがこれ当然じゃないですか。
山田教育長。原子力ワクワクランドですか、その資料はですね、福島の原発の事故が起きる前、平成22年に作られたものでございますので、それ以降ですね、今回の福島での原発の事故を受けてですね、要するに想定した事態以外の状態とかですね、事実が出てきたということを踏まえて、事態と合わなくなった、合致しなくなったというふうに大臣はお話をされているようでございますけれども、現在できたのは、できておりますのは、今回のその原発の事故を受けた後で放射線教育の資料として用意されてございますので、以前作ったそのワクワクランド、原子力ワクワクランドとですね、技術が、異なっているといいますか、その同じような視点で書かれているものだとは思っておりません。大貫委員。これネットで調べましたないって言ったけど出てきますよ、僕が出てきちゃったんだから。それでね、このページ見てみますとね、まさにこの、中身はね、この39ページ の、 前のワクワクランドの放射線とはっていう中身、このままですよ。このままがこの新しくなった録音をさらにこの有益だ有益だって書いてあるのはこっちなんですよ。ね、そうなるとこの中身全くこの今中身違うというんだけど、中身同じなんですよ。だからそうするとですね、先ほど言ったように一番最初おっしゃってましたよね、やっぱりこの原発の問題で損が出てきたと。だから原発の問題で損が出てきたその中身と全く同じ中身でですね、作られたものですから、これはやっぱりやめるべきじゃないですか。山田教育長。放射線 の、 その定義ですとか、そういったものは同じだというふうに思いますけれども、その中の記述の中身はですね、以前作られたものと、私ども文科省のホームページからそれはもうダウンロードできなくなっておりますので、手に入らないんですけれども、基本的なその事実関係自体、それが時間軸の中で動いてきたものですから、定義とかそういったものは同じだろうと思いますけれども、中の記述の中身は当然今回の福島の原発を踏まえた上での記述というふうにされているというふうに考えております。大貫委員。これね、ワクワクランドのね、この漫画なんですね。この身の前にあるこの絵として、このイラストがあるんですよ。でこのワクワクランドのイラストですね、この今これはラクラクランドですね。でこっちはまさに今度は新しい内容なんですね。全く同じなんですよ。それから放射線どう通るかということも、これも全く同じなんですね。これちょっと私作ってみましたけども、こういうふうに見ると全く同じ中身ですね。これちょっとまとめました。これがですね、中学生用の新しい読本ですよ。こっちはですね、ワクワクランドの中身で全く序述も全く同じですよ。そういうもんで作られたんです。これいかがですか。山田教育長。これは専門家がですね、何をどういうふうに記述するかというのは、私どもよりもはるかに知識経験が豊富なですね、方が書かれているものでございますので、そのことについてどうこう私の方で今論評することは適当でないというふうには考えております。大貫委員。そうじゃないでしょう。さっき違う中身違いますって言ってたじゃないですか。中身同じじゃないですか。いやね、その中身についてちょっと私やっぱり心配なことなんですね。この読本についてはですね、放射線に対して子どもたちがこう影響しやすいこと書いてありませんね。いかがでしょうか。山田教育長。先ほど著作編集とか監修とか申し上げましたけれども、そこへですね、写真の提供ですとか協力ですとか、そういったものの中に、先ほど先生の方でおっしゃられた独立行政法人の日本原子力研究開発機構ですか、でこちらもその名前として入っておりますので、そのデータそのものとかですね、あるいはその漫画か写真かちょっと分かりませんけれども、それをその同じものを使われている可能性はありますね。大貫委員。違ったデータ出さないでくださいよ。文部大臣が言ってるんですよ、記者会見で。
それで日本財団に、さっき言った名前はですね、原子力文化振興財団ですよ。違うんですよ。まあ、それはそれでいいです。先行って、先ほどの質問答えてくださいよ。山田教育長。先ほどから繰り返しになりますけれども、基本的にその福島の原発が起こった後と前ではですね、内容がその同じとか違うとかって、まあ、表現の仕方は別にしてですね、あろうかと思いますけれども、いわゆる事実認識を踏まえてどういう視点で書かれたかっていうのは、おそらく原子力ワクワクランドとですね、今回出された副読本というのは異なっているというふうに考えています。さっき質問したことを全然違う質問したんだけど、向こう見てて聞いてなかった。だから私も同じ時間使うんだから。さっき言ったいいですか？この読本にはですね、放射線に対して手短にお願いしますね。この読本については放射線について子どもたちのね、影響がしやすいことについて触れてないんだけども、これどういうことだというふうに聞いたんですか。山田教育長。さまざまなその放射線に関するその影響というのはあろうかと思いますけれども、例えばその子ども、今回、子どもに対するその教育の中での副読本の表現として、がんなどの病気はいろいろな原因が重なって起きることもあるため、放射線を受ける量はできるだけ少なくすることが大切です。といったようなその放射線の危険を指摘する点にも触れておりまして、その全てがですね、先生おっしゃるように、そういったその記述がないとか、あるいは不十分であるというふうな見方はいたしておりません。小野議員。不十分だったことは不十分だったですね。先ほど私言ったように不足していると。それでですね、これと先ほどリクエストがありましたから言うんですけれども、12ページにですね、一度に100ミリシーベルト以下の放射線を人体が受けたときに、放射線だけを原因としてがんなどの病気になったという明確な証拠はありませんと言い切っているんですが、本当にいいですか。山田教育長。要するにそのエビデンスといいますか、その根拠ですね、そういったものは今 その科学の知識の中で、その何ミリシーベルト何百ミリシーベルトによっていろんな意味で その実証をされていないということはまず前提としてございます。で、今回ここに書かれてございますのは、ちょっと読み上げさせてもらいます。これまでの研究や調査ではたくさんの放射線を受けると火傷を負ったりがんなどの病気になったりしたことが確認されていますが、一度に100ミリシーベルト以下の放射線を人体が受けた場合、放射線だけを原因としてがんなどの病気になったという明確な証拠はありません。しかしがんなどの病気はいろいろな原因が重なって起こることもあるため、放射線を受ける量はできるだけ少なくすることが大切ですといったことで、要するに一面的なその表現の見方をしているといったことは承知をいたしておりません。大貫議員。一番最初の正しい的に言ったのはね、こう一面的にこれはっきりまだしてないんだというのはこれは事実なんですよ。だからここに言い切っちゃいけないんですね。でもう一つね、時間がないから先行きますけどね、この初めにいいですか、初めにですね、こう書いたんですね、放射線の影響を受けるため、この発電所の周りに住む方々が避難したり、東日本の一部の地域で水道水や食べ物などを飲んだり食べたりすることは一時的に止められたことがありましたと、過去形でいいんですか。山田教育長。これは昨年作られた副読本でございますけれども、避難はされておりますけれども、東日本の一部の地域で水道水や食べ物などを飲んだり食べたりすることを一時的に止められたことはありましたという過去形になっているんですけれども、事態はいろいろなその地域のですね、その指定みたいなもので動いていることもありますし、その既存が許可された、基調が許
化されたみたいなことも、出てきておりますので、この本を作られた時点で一部の部分についてそういった過去形で表現された部分もあったかというふうには考えております。大貫委員、これ重大なことなんですよ。今、ね、福島で苦しんでる人がいっぱいいるんですよ。過去形、この一番初めっていうのはこの機関の文書ですよ。機関の文書で間違ったことを記述していること自体問題だと思うんですが、いかがですか。山田教育長、このこと自身をですね、すべてその過ちだというふうには考えておりません。ただそのいわゆるこの事実関係が範囲の問題とか程度の問題としてその時間軸の中で動いてきているというのは承知をいたしております。大貫委員、ね、それはね、重大なことなんですよ。セシウム の、ね、この半減期何年ですか。山田教育長、セシウム134は半減期1年ないし2年3年ですか。で137は、およそ30年だというふうに言われております。大貫委員、ストロンチウム90は29年ですよ。現に今動いてて過去形じゃないんですよ。これ見るとみんな過去形ですよ。でこれ一番大事なことで、今苦しんでる人にどうするかということがやっぱり記述される、これが根幹じゃないですか。そこが抜けてんじゃないですか。山田教育長、放射線対策部の方でも昨年ですか、ストロンチウムの問題について議論をして、事実を把握したことはございますけれども、横浜市の地域においてですね、特段その問題となるような今回の原発に関連してですよ、関連してその異常値が出たという承知はいたしておりません。時間がないから見たいな。大貫委員、横浜市の問題で教会録音そのもののことで言ってるんです。横浜市は通じてね、じゃあ 福島は通じないっていう評価書あっていいんですか。副読本が山田教育長、一つ一つの事実を取り上げればですね、それぞれその見方見解があろうかと思いますけれども、我々は複数の専門家が科学的知見あるいは経験に基づいて作られた教科書を文科省の方で発行したといった内容についてですね、それを信用して、子どもの教育に当たっていきたいというふうに考えております。大貫委員、信用しちゃいけないんですよ。まさにその委託したところが御用学者だったらどうするんですか。これ絶対まさにね、取り消していただきたいと、子どもたちのために使わないでくださいと要望しておきますよ。以上、要望じゃない、要求ですね。お疲れ様でした。